の味になるとか、あなんかそういう噂もう巷で、されてる噂をですね、はい、実践しちゃおうじゃないかということで今回持ってまいりました。実験ですね。そうです、実験でございます。初じゃないですか、初企画です、実験に関しては、はい。まあ、最初は何かと何かをこうするじゃなくて、最初はね、私一回やってみたかったんですけど、うん、まあ、私はやらないですけどね、二人にやっていただいたんですけど、あ、そうです、あ、そうです、そうです、私は全員でやってみようじゃなくて、あ、そうです、私はやってみてか、どうぞーって人です。多分危ない話は当たり前やらせるパターンか。でも多分未練がちょっと二人にやってもらおうかなと思っておりますが、まず一つ目、はい、風船あるじゃないですか。風船って、まあ、こう普通にこう刺したりしたら割れるじゃないですか、パンって割れるじゃないですか。それが風船の中心を刺したら割れないって聞いたことある。そうでしょ、絶対割れるやん、絶対割れるでしょ。聞いたことないですか。ミレは聞いたことあるんですよ。誰か、テレビで言ってまして。テレビで、テレビで、はい。だからそれをちょっとやってみたいなと思って、風船と針を用意しました。針が危ないです、ケースが。あ、これさっき、このね、なんか丸くなりませんでした、ふくら。あ、血が騒ぐ、甲子園の血が騒ぐ。これの中心だから、ここですよね。あ、なんかここです、白くなってるとこ、こなんだ、青っぽくなってるとこ、てっぺんの中心をこう狙えば割れない。ほんまやん、やってみてないんやろこれ。私やってないです。え、でもテレビでやってる時は成功してたんですよ。ほんまに言われてなかった。あ、もう気をつけてよ。え、せーの、バンって言います。いいんじゃないですか。はい、これました。いいですよ、せーので。じゃあ行きましょう。もう行きましょう。もう実験、まず実践第1弾でございます。割れるんじゃん。いや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 、桜子しちゃったんだよ。なんでやろよ。行きますよ。じゃあちょっともうせーので勢いよくいってください。行きます、せーの。証明して一人でやります。風船いっぱいあるんで。割れたやんか。え、割れた。自分もびっくりしました。絶対割れへんと思って今日やってきたのに声出ちゃいました。わーなりましたけど、え、ほんまに割れへんと思って持ってきたのに、これは大失敗でした。じゃあミレイもまた、あ、ミレイ企画でじゃあやります。ミレイはこれをバーンって。でも、あ、ミレイ企画、あ、ミレイの日企画でやります。あ、30日のミレイ企画で。ミレイはじゃあやりますよ。いっぱい風船まで残ってるんで。はい、次じゃあもう続いて、もう1回目は大失敗ということで。大失敗。もう勢いよく割れましたから、ね、大失敗でございましたが、次、あと2つ持ってきてるので、はいはい、もう次行きましょう。はい、某乳製品と、うん、ウーロン茶を合わせたらオレンジジュースになるっていうのを私は噂に聞きまして。何ですか、その顔。二人とも顔がちょっとにこってますね。ミレイさんの噂ってなんかね、信頼できない。次は成功させたい。さ、一回さ、自分で実験してから持ってきてほしい。そうですよ、なんか分かってたらちょっと面白くないなって思って。いやいやいや、あなたは分かってても別にいいやん。すごい実験台みたいな。じゃーん、じゃーん。あ、風船ついてるわ。ごめんなさい、ごめんなさい、生まれた風船がついてました。はい、あ、ウーロン茶と、あ、こちらもう乳製品でございますね。こちらをこうトトトトトトと入れたらオレンジジュースの味になるらしいですよ。はい、早速作ってみますか。はい、作ります。割合はちゃんと調べた。はい、半々。絶対嘘や、絶対調べてない顔やで、ね、今の今の甘そうです。なあ、ちょっと妙なとこ突っ込まれた。だって書いてなかったもん。これは美味しい。あ、これはそれは美味しいだろう。いきますよ。
回で渡しました。罰ゲームか何かですか。お前はこれ何今日この回。これ一回飲んでみて、買ってたらもうちょっとこれ入れましょう。どうぞ。オレンジジュースにさて何にしようか。どうですか。分離してるんですけど。混ざってないの。製品の味が来たかと思えばこのルーロン茶の匂いがゴン。割合じゃないですか、こうやって多分なんかならないことはないなと思いましたけど、うん、多分割合やと思います。え、じゃあもうちょっと失礼します。おろじ追加。さあ色はちょっとどんどんオレンジジュースに近づいているんですけど、いや、遠ざかってますこれ。オレンジジュース探してくれてます。お茶に次はなっちゃった。もう俺もおいしくなさそう。でも割と私嫌いじゃないですか。飲めるけど、はい、オレンジジュースではない。違う。わあ、続いてもう2個目も大失敗。まずくはないんや。これ私は絶対まずいと思った。まずくはないんですよ。意外と。ちょっと家帰ってやってみます。私はお茶っぽくない。紅茶っぽくなる。それは新発見。ティーです。ウーロン茶の甘みで、はい、ウーロン茶とこの某優先の掛け合わせたらティーっぽくなるんですよ。これが人権結果です。なんでやねん。なんで言うてることなんや。オレンジジュースではないがティーにはなるっていうのが人権結果です。で最後ですが、最後はちょっとでも見れば美味しそうやなって思いました。豆腐とヨーグルト、これを掛け合わせたらレアチーズケーキの味になるらしいんですよ。次もデザート持ってきましたから。私豆腐もヨーグルトも大好きなのにさ。私も豆腐もヨーグルトも大好きなの。どう思いますか。なんかさ、嫌いになりそうな。やだね。え、嫌いになる。はい、で好きなものと好きなものが合わせたら好きでしょ。レアチーズケーキ大好きなんですよ。おや、知らないですよ。厳しいです。やばい、監督がいる。まずかった。恐怖が。これ一緒や、こう一緒の頃はほんま。そんなひどいわ。はい、じゃあ犬以外もか持っていきますかね。どっか行きますよ。これ割合適当に。はい。3つぐらい。え、それ無名ですか。絹。あ、絹ですね。絹ごし豆腐を買ってきました。え、木綿はやばいなって自分ちょっとミレも思ったよ。木綿は違うなって。結構豆腐が強いから。うん、でも手を振ってこれだけで食べたいな。今からこの豆腐ちゃんの上に開けちゃう。はい、この上にこのヨーグルトを乗せていきたいと思います。でございますが、はい、豆腐と豆腐さ、憂鬱なままずーっと撮影が続く YouTube ってないな、今まで。すごいいい匂いしますけどね。なんかさっきのさ、飲み物が後からなってさ、ちょっとなんか、なんかここにな、まだいいんですよ。気持ち悪く、なんか胃に残ってる感じ。やば。これじゃあ、見ても一緒に食べますわ。ちょっと美味しいと思ってるでしょ。美味しそう。これでレアチーズケーキの味になってきましたです。さて、実食してみましょう。実食。うん、豆腐じゃな。えりこさんが辛そう。2対8ぐらいやったら、あ、なこともないかもってなりますよ。2対8。どうや、その
味になるようにな頑張って割合を変えながら探してるんですが、はい、一向に見つかりません。誰やミレージ、でも教えたん。エリコさんを言う。まあ、もう胃が大変なことになってます。ちょっともうこれ以上エリコさんを苦しめたこの実験、実験3、豆腐とヨーグルトを入れたらレアチーズケーキになるのか、判定は×でございます。ミレも食べましたがレアチーズケーキにはなりませんでした。あの絶対分離ですねこれ、なんか豆腐みたいな。いやこれはちょっとあの、ミレの力不足。ヨーグルトってチーズケーキを作る時に使うじゃん、ミミキヨーグルト。だからヨーグルトは間違ってはないんですよ、豆腐ですね。犯人は豆腐か。はい、もうちょっと美味しい実験を持ってきますよ。今回は大失敗が3連続。頭を抱えないでください。いや、マジちょっと胃がやられました。あとでじゃあこの喋れません。美味しいあのヨーグルト部分もぜひ食べてください。いや、もういらないです本当に。まあこれ本当になんかヨーグルト食べれんくなるやん。いやー、ごめんなさい、思い出しちゃうパターン。いやこれは大失敗だが、しかし次はまたミレイは違う実験を持ってくるので、皆さん皆さんお楽しみに。あ、これみんな家でよなんかやってみて、みんな絶対今のさ映像を見てさ誰もそんなやってみない。みんなはうわ美味しいかもしれへんって食べるかもしれへんやん。ここは無理やったけど、みんなはおかっこいこいってなるかもしれないので、ぜひ試してみてくださーい。ということで、まあ大失敗でございましたが、はい、実験第1弾、はい、こんな結果となりましたが、あの第2弾もぜひお、あの楽しみに。もう私呼ばないで、第2弾は。あ、呼びます。レギュラーで呼びます。